日のコンタクトはフォトジャーナリストの大藪信子さんをお迎えしてお伝えしたいと思います。大藪さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、今ちょっといくつかの写真を見ていただいたんですけれども、性的な被害を受けた女性をに焦点を当てたプロジェクトで写真を撮っていらっしゃるということなんですけれども、そもそもどうして、まあ、こういうプロジェクトに取り組むようになったんでしょうか。そうですね、私自身レイプという被害に遭ったわけなんですけれども、新聞社で働いてたもんなんですけれども、やっぱりね、日頃そう犯罪の現場っていうのにいつも行っておきながら、私自身こう性暴力性犯罪っていうのは全く無縁のものだと思っていた自分がいて、で実際に私の身の上に起こったその被害が起こった時にすごく自分の無知さっていうのを知りまして、でなんかこう無意味にその体験っていうのが終わってしまうって考えた時に、いや私は価値のある人間のはずなのに、そのままで終わってしまうはずがないと、なんかすごいなんかそういう感じがして、で私はしばらくカウンセリングに通ってたんですけど、その時にクローズラインプロジェクトっていうアメリカでプロジェクトがありまして、でそれは何かっていうと、無地の T シャツにこう犯罪被害の被害者たちがいろんなこう言葉とか絵にしてもいいですし、こう自分を表現するっていうプロジェクト でそれをまあ機会があるごとに洗濯物を干すようにディスプレイするっていうのがね、そういうプロジェクトなんですけど、それに参加しないかって私のカウンセラーに言われて、でサンプルを見せていただいて、その時に20枚くらいその性暴力を受けたサバイバーの人たち のサンプルがあって、でその T シャツから私が感じたことっていうのは怒りと恥だったんですね。で私がそこですごく重いなって思ったのはどうしてかっていうと、一生これからずっとその怒った気持ちを持ち続けて生きるっていうのがすごく辛いような感じがしたっていうことで、私はそれはしたくないなって思ったんですよ、その時点で。でもう一つは恥っていうのはおかしいと思いましたね。なんかこう恥ずべき人っていうのは加害者であって被害者ではないと私はそこですごい強く思って、で私自身はですね、夜中自分の鍵をかけて寝ていた自分の家で襲われたので、私は悪くないっていう意識がすごく強かったんですけど、後々やっぱりこのプロジェクトなんかを通していろんな人から聞くと、やっぱりほとんどの人が自分の知ってる人からの被害であったり、またはその最たるものが自分の父親だったりとかね、そういう方が非常に多くて、私は非常にショックを受けたわけなんですけれども、まあ、いかに自分が知らなかったかっていうことだったんですけど、でもその T シャツを見て、その T シャツの裏に隠れてる人たちの顔を、まあ、私は写真家なので写真という形で引き出すことができたらどれだけすごいパワーになるだろうかと。で私は悪くないし恥ずかしいと思う必要はないんだってこう思ってる人たちっていうのは私だけじゃないはずだって思ったんですね。ただでもそういう人たちとどういうふうにコンタクトを取って、どういうふうにそのプロジェクトを進めていくのかっていうところまではやっぱりその時点では分からなくて、私もやっぱうつ状態でしたし、非常にこう何をするにもこうエクストラのエネルギーが必要だった。でもうその自分の身に起こったレイプっていうことでもう毎日の生活がいっぱいいっぱいだったんですよね。で気がついたら悪夢に襲われ、パニックアタックが来て、でそういう、まあ、いわゆる PTSD みたいな症状、まあ、正式に私はそういうふうに診断されたわけじゃないんですけれども、今考えたらそういう症状が非常に多かったわけで、ですから実際にそう行動に移すっていうまでには しばらく時間はかかったんですけれどもね、うん、その被害にご自身が遭われて、それまでは普通の、報道をするようなフォトジャーナリストをやっていて、で日頃そういう被害なども目に触れながら、自分自身はその、いわば他人事というかそんなに詳しく知らないところから当事者になったっていうわけなんですよね、はい、でその中でこう
抱えている問題を克服する、まあ、最終的には手段にもなっていったっていうことなんですかね。そうですね。すごくこのプロジェクトで私はいろんなサバイバーの人たちと出会って、ですごく私自身が癒されてきたと同時に参加してくれた人たちも自分たちのこう癒しのプロセスの中にいて、でこのプロジェクトがその一つのステップとなってくれたっていうふうにみんな言ってくれるので、すごく用いられてよかったなと思いましたね。It all seems quite complicated. There, turn your body this, this way. Okay, chin down. Very nice.数的には、まあ、70人近くの被害者の方々とお会いしたんですけれども、そういう中でやっぱり本当にいろんな性犯罪、性犯罪って一言で言いますけど本当にいろんな形があって、それでサバイバー、まあ、被害者の一人一人の、まあ、癒しの時にかかる時間も癒しの形もそれぞれ違うっていうことを私は学びましたし、本当にそれぞれがそれぞれの時間で自分の納得のいくように、まあ、自分の過去に意味を見出していくっていうことが非常に大切なんだなっていうことをすごく思いましたね。忘れよう忘れようとしてもなかなか忘れられるものではない、忘れようなんていう方が無茶な話でね。でじゃあその自分実際に起こったその事実といかにそこから立ち上がってどう生きていくかっていうところが被害者の人たちの大きな課題だと思いますし、それをまあ私が出会ってきたプロジェクトの中で出会った被害者の人たちっていうのを私に見せてくれたのが非常に私に力をくれましたよね。August 9th, 1999. On December 8th, 1997. November 30th, 2002. I was hit by a drunk driver.I lost both of my legs. A stranger tried to kill me with a hammer. Our 7-year-old son, Evan, was murdered after signing up for basketball. I was severely beaten in a hate crime. I was raped. When your child is murdered, it's devastating. You have to rethink life again. It just keeps on running over and over in my head all the time. While I was in the hospital, a friend told me about victim services. They helped me with my medical expenses.They helped me with counseling. A victim's advocate stood by us through the court process. Victim assistance paid all of my hospital bills. I needed them to fight for me while I was fighting for my life. With the right help, you can move on with your life. I will dance the salsa again. Justice isn't served until crime victims are. まあ、世界どこでもね性的な被害者いると思うんですけども、被害者に対するこうサポートだったり声の上げ方だったりっていうことは、うん、日本とアメリカだと違うかなというふうな印象も受けたんですね。で被害者がずっと口をつぐんで自分で抱えて一人で悩むっていう状況を改善するにはなんかいいこうサジェッションというか提言というか、やっぱりまずは被害者自身が自分を大切にすることから始まると思うんですね。まずじゃあ必要だったらカウンセリングに行ってくださいと、必要なヘルプは日本でもありますから、数は少ないかもしれませんし、どうやって探していいのか最初は分からないかもしれませんけれども、手を差し伸べているそういう人たちはいますしね。そういうところにどうにか行って、また自助グループみたいなのもありますから、でき始めていますから、そういうところに積極的に参加するなどしてですね、まず自分のその心の痛みっていうのをまあ共有できるような、またはそれに寄り添ってくれるようなそういう人との出会いっていうのをまず探していただきたいと思いますね。やっぱりその自分っていうのを大切にしないと、そこからじゃないと何も始まらないような私は気がしますし、またはじゃあ被害者として何ができるんだろうかってきっと考えてる人はたくさんいると思うんですよ。っていうのも本を書くにしても大変だし、どうやって出版したらいいのかわからないし、声を上げるとしてもそんな場もないしっていう状況だと思うんですね。ですからでもその場に行って、そのそれぞれがいるその場で私はやることがあると思うんですよね。っていうのもやっぱり一番大切なのはやっぱ家庭の中で自分の、まあ、子供がいればその子を被害者にしない、または加害者にしないっていうことが非常に重要視されるべきであるわけですし、それはすごく大切な仕事だと思うんですね。
で、あの声を上げれるのであればぜひそれはしていただきたいと思います。っていうのもあのやっぱり二次被害が怖いとかっていうのはあるんですけれども、でもあのやっぱり声を上げていかないと、あのやっぱり被害者の声がないと性犯罪っていうの、性暴力っていうのの本質が見えてこないと思うんですよね。あとやっぱりその当事者じゃなくても、例えばその勇気を出して誰かサバイバーの人が、あの当事者じゃない友達や家族とかそういう人たちに打ち明けた、実はこういうことがあったんだって悩んでるんだっていうふうに打ち明けられた時に、それを聞いた方がですね、あのあなたのせいじゃなかったのよっていうことを言っていただきたいなと。でそれがどうしてかっていうと、どんな状況にいても、そのどんな服装をしていても、あのそのレイプした男性とお酒を飲んでいたり出歩いたりしたとしてもですね、私たちにはこう安全に暮らす権利っていうのが、それは非常にベーシックな、本当にこう基本的な人権なんですけれども、それが私たちにはあって、でそれを奪い取る、またはそれを脅かす権利は誰にもないわけですよね。ですからあのどういう状況であれ、その人の安心感、そういう安心して暮らす権利っていうのを奪うっていう方が明らかに悪いんであって、あの加害者はそれを奪うというチョイスをしたわけですから、ですから被害者は悪くないということをやっぱり言っていただきたいなと思いますね。であのやっぱり被害者が求めているものっていうのは、あの同情でもなく、かわいそうと哀れに思ってもらうことでもないんですね。あの多くの被害者、私が出会ってきた人たちもそうですけど、多くの被害者たちが求めているものっていうのは、やっぱり心の痛みに対する理解であったり、あの被害者がどういう道を通らなければいけないのかって、そういうことへの理解だと思うんですよ。ですからあの起こったことをやっぱり事実として認めて、例えばよく、うん、そんなこと忘れなさいよとか、いつまでもキヨキヨしてないでね、忘れなさいよとか、あの最悪なのはこう悪夢だったんじゃないのみたいな風に言う人もいるって聞いたんですけど、私は幸いそういう人が私の周りにいなかったから、そういう二次被害を受けることはなかったんですが、あのやっぱりそういう二次被害を受ける人が非常にたくさんいて、でも忘れなさいよって言ったって、それは何のアドバイスにもならないんですよね。結局そのいかにその事実っていうのを、さっきも言いましたけれども、その事実っていう起こったことっていうのと、自分がいかにこうそこから立ち上がってどう生きていくかっていうのが被害者の課題ですから、周りがそれをやっぱり否定してはいけないっていうこと、現実は現実として受け止めて行くっていうことが非常に必要だと思います、うん、でも本当にあのこう親御さんのお話を聞いてると、まあでも短期のうちにね、自ら克服しながらこういうふうに表現することで、この問題をこう捉えてらっしゃるっていうのすごいなというふうに感心するんですけど、これからあの親御さんのこう展望ですとか活動っていうのはどういうふうに広げていきたいというふうに考えてらっしゃいますか？そうですね、私は、まあ、日本でもできればこのプロジェクトをしたいですし、写真を撮っていきたいですし、または私はすごく娘が小さいということもありまして、やっぱり子どもたちが性被害に遭っている、そういうことにやっぱりちょっと注目していて、あの児童売春であるとか、アジアでね起こっている児童売春であったり、人身売買であったり、または児童ポルノであったり、でそういう被害者っていうか、そういう今被害者っていう立場から見た視点で取り上げていきたいなっていうのが一つありますね。あとはやっぱりその家庭問題っていうのに私はすごく興味があって、私はアメリカに住んでて、でも家庭がもうすごく崩壊してる、そういう社会に住んでいます。ですからなんかこうね、5年後の日本は今のアメリカみたいな、なんかそういう危機感が私にはあって、でやっぱり家庭っていう基本的の基本のコミュニティっていうのが、基本の社会がやっぱり大切にされなければ、崩壊すればするほど、もっと性犯罪とか、まあ、いろんな犯罪はもっともっと増える一方ではないかなって正直思うんですね。ですからいかにその家庭の中で、家庭のそのメンバーの一人、家族のメンバーの一人一人の人権が守られているか、それによってその人のがいかにその人権、将来ね、人権っていうものがどれだけ大切なのかっていうことが学ぶと思いますし、やっぱ家庭の中から始めることではないかなと思いますね。犯罪を防止するっていうことは家庭の中から始まることではないかと私は思っていますので、そういう
ことを、まあ、これから取材できたらいいなと思っています。ぜひその日本でもプロジェクトをぜひ、広げていただけるとというか、本当にこれは多分日本の中でインパクトのある、動きになるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、本当に頑張っていただければと思います。ありがとうございます。どうもありがとうございました。